しコーナー論理話だと思う人。結果、今季3年連続となる2桁勝利を飾ったプロ野球埼玉西武ライオンズの高橋光成投手と、地元群馬県沼田市の野球少年少女らの交流会が2日、同市の利根沼田文化会館で開かれた。高橋光成を応援する会などによる恒例の交流会、約900人の前で来季の目標に優勝を掲げた高橋投手に、支援者からその先は海の向こうでとの声もかかった。会で高橋は憧れの眼差しで見つめる子どもたちに、成長の秘訣として上手くなりたい気持ちが大事と紹介。速い球を投げるにはたくさん食べてたくさん寝て土台になる体を大きくすることと持論を語った。トレードマークのロン毛長髪については流行らせたいとする一方で投げづらいですよと笑わせた。またロン毛はありかなしかという話から会場の意見を聞きたくなった高橋は、そこははっきりさせたいとなしだと思う人に挙手を求めたところ、会場を埋め尽くしていた純粋無垢なちびっ子たちの3分の1ほどが元気よく手を挙げてて、と言っていた。くさ、結構否定入ってさ、子供は正直だからな。これは将来の西武株主、なんでやプロレスラーみたいでええやろ。もう WWE のレスラーにしか見えない。割とマジでプロレスと絡んでほしい。子供はみんな嫌がる思ったけど、そうでもないんやな。まあ YouTube には変な髪型のやつもいっぱいおるやろからか。でもつまり3分の2は少なくとも別にええんとちゃう。なんやろ、そんな悪ないやん。柳田が子供にアンケートしてた時はもっとひどかったぞ。柳田なんか子供にアンケート取ったら否定が圧倒的多数だったのに、半々くらいだな。で終わらせてたで。子供は素直だからな、ダサいって思われてるんや。柳田に関しても似合ってないからな。子供からしたら短い方が似合っててかっこよかったんやろな。柳田は言い上げれば似合うと思うけどな。コーナーの髪については本人の希望で、やることやってるし人柄もいいから認めてやればいいじゃんと思うけど、子供は正直だな。派手だろうがロン毛だろうが結果残してたら問題ない。沢村賞手土産にメジャー行くんやで。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。